はい、こんにちは。2回目の神津島、1日目の続きの動画、パート2になります。赤崎遊歩道のところから全然喋ってないので、ナレーションを入れてます。神津島の夏の一番楽しい場所、赤崎遊歩道からになります。今飛び込んでましたが、飛び込みの聖地になります。飛び込みとシュノーケリングが楽しめるところです。見てこの青、透明度すごい綺麗でしょう。岩に囲まれたタイドプールみたいな感じで荒波を防いでくれて安全に泳げます。手前の浅瀬にも魚がいっぱいいますよ。で、早速シュノーケリング行きます。ここが先ほど見えていた浅瀬のところです。結構魚います。黄色と黒のシマアガオやビッチャ、青い1匹だけいるのがソラスズメダイ。結構いっぱいいる横島のが多分ベラの仲間ですね。なんていう名前なのか知らないので、知ってる人はコメントで教えてください。で、見てわかる通り、もうものすごい浅くて、もうこれお腹ついちゃってるレベルですね。はい、では早速潜ります。今は潜るのの練習中です。深く深呼吸をしてますね。はい、せーの、まだいかんのかい。はい、来ました。はい、ジャックナイフ、初心者としてはまあ綺麗な方じゃないですかね。はい、で、ハゲ目立ちますね。まったく。これをスキンダイビングではなくスキンヘッドダイビングと呼びます。正式種目になる予定です。何のダイ？今回のラッキー、ブダイの仲間ですね。自然のブダイを見るのは初めてですね。で、ちょっと潜ります。まあ、ただちょっとしか潜れてないですけどね。もっと近く行きたかったけど、何ブダイだかわかりません。知ってる人教えてください。赤崎遊歩道はね、深いところ泳いでると、なんか魚がね、横を、わざわざ横を抜いていくんですよね。なんか自分のが早いよって感じでね。で、この人は餌をあげてますね。この人誰？この人。で、この黄色っぽいの、この黄色っぽい魚は誰でしょう？なんていう名前か知りません。知ってる人教えてください。スズメダイはね、とりあえず一回寄ってきますね。一回寄ってきて餌くんないなと思ったら去っていきますね。あ、この黒いパタパタ、黒いパタパタ誰？これ誰？この魚誰？あ、ブダイさんですね、ブダイさん。さっきのブダイさんだと思います。おお、なんかいるよ、なんか。ヘラヤガラさんですね、ヘラヤガラさん。ブダイとかね、ヘラヤガラとかね、普段見ない魚見るとちょっとテンション上がりますね。ちょっとね、ただもうこの深さに潜れる気はしなくて追っていきません。この人誰？この人。こ
この魚もね、今まで見たことないね。切り図浜とかでね、見ない魚が結構いるんですよね。はい、一旦飛び込みますよ。低い方なんですけどね、いきなりね、高い方とかいけないですね。まあ、前回も低い方しか飛び込んでないんですけど、低い方から飛び込みます。飛び込まないとね、せっかく来たらね、飛び込まないと損ですよ。はい、行きます。で、飛び込んだらまた潜ります。バッシャバシャ、バッシャバシャ。ジャックナイフ失敗ですね。まあ、かろうじて潜ってますけど。蝶々魚ですね、蝶々魚。ちょっと潜って下から見上げる感じの映像を撮りました。で、また潜ります。しっかりジャックナイフして、今度は結構深めに潜ってます。耳抜き大事ですね。はい、時計ゼロ？ゼロってなんだ？なんですか、ゼロって。実はこの時計、水深が測れます。で、2.2メートルかい。たった2.2メートルでした。はい、もう一回いきます。いきますよ。いったいくついくつかいくつか。はい、3.9メートル。まあね、初心者としてはまあまあな深さですよ。で、水面が結構遠く感じますよ、これ。はい、3回目いきますよ、3回目。はい、いったよ。はい、いくつかな、いくつかな、いくつですか。ゼロ、ゼロです。失敗ですね。はい、で、赤崎を引き上げていきます。バイク気持ちいいです。わーい。で、沢尻海岸もちょっとだけ寄りました。で、今日お世話になるのはマリンハウス長座丸さんですね。前回来た時もお世話になりました。で、この宿唯一のオーシャンビューの部屋です。まあ、ちょっと遠目なんですけどね。でも港が見えて、海が見えてるっていうのはちょっといいですね。はい、で、夕食なんですけど、この宿の夕食は豪華豪勢ですね。メイン、魚三昧で、なんかメインが3つって感じですね。フライに刺身に焼き魚で、フライの大きいのはキンメダイですね。はい、そして日も暮れて、夏の夜の楽しみといえば、そう、あれです。あれ、そう、心霊スポット巡りです。違うよ、星空観察ですよ。夜種広場が電灯もなく真っ暗で、星空観察スポットの一つになってます。本当に真っ暗です。めっちゃ真っ暗。離島の星について 神津島泊まりに行ったのは、一つの目的は星を見るためで、でようやく星が見れました 見れたんですけど、最近のスマホならね、星映るかと思ったんだけど、結局全然映らなかったです。で、映ったのがアクションカメラの
タイムラプスモードが2つあって、タイムラプスのビデオは映らなくて、タイムラプス写真だっけな、タイムラプス写真とかいうモードで映りました。映ったんですけど全然見た星の数とは全然違うわずかしか映ってないで、何十分も撮ったのにね、タイムラプスの画像にしちゃったらね一瞬です。で、口で言うのは難しいんだけど、どれぐらい見えてたかっていうと、天の川が見えてました。天の川は西表島で見て以来です。4年ぶりぐらいかなです。で、ただね、西表島の時は天の川がその雲みたいに見える感じじゃなくて、その雲みたいなところにさらに点々がいっぱいある感じに見えたんですよ。いや、要は解像度がもっとずっと高いって感じ。今回は天の川雲にしか見えなかった感じ。あ、縦にこうな、それらしく並んでるから天の川って感じはしたんですけど、もうめっちゃ短いんですけど、タイムラプス画像を見てください。数秒です。もう出だしに流れ星が入ってます。見てください。はい、それでは2日目いきます。2日目は、とりあえず、まあ、赤崎遊歩道に行くつもりだったんですけれど、前浜海岸に寄ります。いやー、ちょっと海入ってこうかな、時間があるしな。今日は、ジャムですね。ジャムじゃない、アオハタです。アオハタわかりますか？アオハタ遊泳できますね。昨日もアオハタだったんだけど、昨日の方がやっぱり波強かった。で、今日はだいぶ波収まってるんで、サルビア丸前浜港に。神津島の海岸はですね、この後ろ青い旗、缶詰はもういいって、青旗のところ、監視するところで、レスキューの監視員たちがいて、で、赤崎もそうなんですけど、全員に声かけてるかどうかなんだけど、自分これこれね、ヒレ持って歩いてるからかもしれないけど、毎回行くたんびに泳がれますかって声かけられます。で、どこら辺がいいですよとか、流れがそっちは強いからそっちの方は避けた方がいいですとか、いろいろと教えてくれます。で、今もここも今も女性、女の子声かけられて、泳がれますか、で、真ん中のあたりが透明度高くていいですよって教えてくれました。まあね、他の千葉とか、ね、そういうとこ行っても、ね、声かけられたことないけどね、そういうのもね、神津島ならではというか、伊東ならではなって感じがしました。
現在土曜日8月28日10時33分、予定していなかった前浜海岸今日ちょっと水浴び程度ちょっとだけシュノケリングしたけどやっぱり魚いないし波も割れてで なんつっても昨日すごい疲れててなんか筋肉痛がしてんだよね。何で筋肉痛になってるのかがわかんないけど波に揉まれて筋肉痛になってるのかな。今日なんか波に揉まれた感じで結構力使ってるなって思ったんですけれど、で、まあ、昨日もねそんな予定ちゃんとしてたわけじゃなくて、まあ、メインはこのね綺麗な青い海、水色っぽい綺麗な海のビーチを見たかった。で星空見たかった。昨日は天の川も見れて、でそれもできて、であとはシュノーケリング。でシュノーケリングは赤崎、神津島の場合は赤崎がやっぱりメインで、他は今のところ魚がねここも2匹しか見れ、前来た時に2匹しか見てないし、多幸湾もね2匹しか見てない2匹しかいない。なんか2匹がねなんか会いに来てくれたって感じ、なんかおーって感じあれシュノーケリングしてんの、うん、魚見に来てやったぜって感じの、なんかそんな感じでポッと現れたぐらいなんだよね。で赤崎行けばあの十分なぐらいの魚が見れます。ただあの霧ぞ浜で魚を見るいっぱい見るのは慣れちゃってるから、なんか見慣れた魚を見てもねなんとなくそういう贅沢を言っちゃいけないんだけど、なんかちょっと物足りないんだよねっていう時に、前回はヘラヤガラが2匹色違いでね、しかも黄色いヘラヤガラ、すごい綺麗な黄色いヘラヤガラと黄色とかの色ない色ないって言ったらだけどヘラヤガラが現れて、しかもドアップでね寄ってきてドアップでね。で今回もね昨日はブダイ何ブダイだか分かんないけど、多分ブダイの種類、小ブダイ、いやブダイだと思うんだけど、が見れたのと、であそれ多分動画映ってると思う。でブダイとあとやっぱヘラヤガラかな、ちょっと遠目で深いところにいてちょっと追ってくのできなかったんだけど、やっぱりヤガラがいました。こちらはあの前回も寄ったなんとかトロッコトロッコのレールっていうか、レールはもうないんだけど、レールの下なんて言うんだろう、レールの、ね、下のところの近くで撮影した動画を見つけていて、どこからそこが見れるのかなと、そしたら前回寄ったところのちょっと先のところにありました。そして、メインの赤崎遊歩道にまた来ました。これで4回目ですね、赤崎遊歩道。
で早速いきます。今回は飛び込み、監視員に橋の上から飛び込めと言われたんですけれど、それは無理ってね、無理だよおじさん無理だよ。子供はねそんなに深く潜らないからいいけど、大人はね20代のお兄さんもねやった後に足ついたよって言ってたからね、潮の、ね、満ち引きにもよるんだけど、引いてる時は飛び込んじゃそもそもいけないんです、飛び込んじゃいけないんですけれど、大人はやっぱりね足つくぐらいまで行っちゃうみたいなんで、ね、でこちらは低い方ですね。で今日は初めて高い方を飛び込みます。でこっちが高い方です。
い、で赤崎遊歩道も引き上げました。で今回の神津島の最後の楽しみ、食事ですね。またよっちゃあれセンターです。はい、前原湖よっちゃあれセンター、抹茶あれセンターのところまで戻ってきました。はい、こっちが抹茶あれセンターで、こっちがよっちゃあれセンターで、美味しい昼飯を食べたいと思います。で食堂は2階外階段で行けます。よっちゃあれセンターの食事はとにかく外れがない、美味しいです。安くて美味しい。で今回は刺身を食べました。この刺身がめちゃめちゃ美味しいです。ラッキーなことに刺身最後の一皿でした。で金目と黒むつと赤イカですね。黒むつがこれがすごい美味しかったですね。ちょっと脂が乗ってる感じで、金目は言うまでもなく美味しくて、赤イカもすごい美味しかったです。少し時間が残ったので、前浜海岸の少し上のところに展望台が、小さい展望台があって、そこに行って前浜海岸を見渡します。はい、名残惜しいですがジェット船で帰ります。ジェットホイール、ジェットホイール。はい、そういうわけで竹芝桟橋戻ってきました。神津島1泊2日の旅、動画のご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。